上海港は中国上海市にある世界最大の国際貿易港。コンテナ輸送量において世界一位であり、2010年にシンガポール港を抜いた。上港下港からすぐのところにある港北港の沿岸には古くから港が形成され、北宋の基層西は3年には花亭県に収集家庭市白紙が置かれ、対外的な港町として発展し始めた。 民進代には上海は中国でも有数の港町になった。信代の解禁により上海は対外貿易港としての機能を失ったが、長江、大運が沿海部を結ぶ国内交通の用として中国国内でも十二を争う港になった。アヘン戦争後の南京条約により、上海は1843年に条約港として開港し、港州に代わり、 中国の対外貿易の中心地となった。候補公園岸には欧米各国による上海疎開ができ、上海は中国の輸出入の半分ほどを扱うアジア有数の港湾都市になった。日中戦争時の第二次上海事変で、上海港は日本軍に占領され、海外資本は香港に逃れた。国境内戦末期の1949年5月。 上海は中国共産党に占領された。以後、上海は中国の首位の貿易港であり続けたものの、その世界的地位は中国経済の混乱と停滞とともに低落していった。1970年代末の改革開放政策とともに上海は再び発展を開始した。広報港の両岸の旧式港湾は海上コンテナを扱えるように改造され、さらに、 高歩行を出たところにある長江沿岸にも大規模なコンテナ港湾が完成し、上海港の中心は長江沿岸に移った。1990年代には、上海港は世界のコンテナ港の中でも取扱い数上位となり、首位となるのも時間の問題となったが、候歩行は水深が浅く10メートルに満たず、長江も上流から流れる大量の土砂のために、 水深は10メートル程度に過ぎなかった。年々大型化するコンテナ船が、いずれ、上海港に入港できない超パラマックス級になることが予想されたため、中国政府は、上海の30キロメートル沖合、東、シナ海に面した甲州湾上の司令島の太陽山島、昭陽山島を埋め立て、世界のハブ港湾となる巨大な洋山深み港を建設した。 2005年に開校した洋山深見校はその後も拡張を続け、上海校の新たな中心となっている。ありがとうございます。